もう再開は時間の問題。今のチームの現状は目の前の一勝を勝ち取る雰囲気はなし。まるで難波戦も後半戦になるシーズンとなるときに、スタメンは毎日日替わり。監督の気持ちもとかりますが、監督としてチーム力、チームの雰囲気作りが全くできず、ずるずる負ける状況。ドラゴンズの歴史上最悪のチーム同士で、各選手の良いところをもっと引き出して指導して成長させることができないでしょう。結論は監督としての経験不足、またコーチスタッフの指導力ができてない。まあ3年間監督業をして、監督という仕事は大変難しく厳しいという思惑があるでしょう。去年中日最大の話題はペー騒動です。他球団ファンでも知っています。今年は代打中島です。まだかな、来るかな、来たーと一部では盛り上がります。何かやってくれないかなと好奇の目で見られています。先制点を奪われた時点で負けが確定みたいな試合をしていたら見る気なくすよ。今は先発投手が踏ん張れず、先制点を取られると打線はチャンスを作るも出ない、決めきれない、低たらくな野手陣では勝てる雰囲気はない。投手陣を野手陣が救う試合をしてくれないとこのチームは終わったのも同然。よほどことがなければ今年も視聴率は低空飛行が続くだろう。今さら一桁台で騒ぐことに驚いている。ワクワク感もなく、チャンスを生かせずストレスがたまるだけの試合を見る人が本当にまだこんなにいるのかね。優れた打者でも得点圏では3回に1回しか打てないのだから、チャンスにいつも打ってくれとは思わないが、中日の場合はあまりにも打てなさすぎる。ならば犠牲フライとか併殺崩れなどでヒットなしに1点取れるかというと、それもできない。これが何年続くのか。普通の感覚の人ならばこんなプロチームからは離れていくよ。私はドラゴンズファンですが、立浪監督は早く辞めていただきたいと思っています。下手に A クラスに入ったら来年も続投とかしそうなのでビビっています。今シーズンはひらめて新しい監督の下で優勝を目指してもらいたいです。お話になりませんね。戦い方が稚拙で先のない方向に進んでいるように見える。本来ならば調子の上がらない選手は2軍、実績がないがプロのコーチから見て使えると思った選手を1軍で使うべきだと思う。今季の岡林は調子が悪いのかデータ解析されたのかわからないが、明らかに1軍レベルではない。2軍には良い選手がたくさんいる。ドラゴンズの顔として岡林や石川を起用していることが裏目に出ている。さらに言えば旬を過ぎたおじさんたちを代打で使わないでほしい。これは冬用のトリガーになる。1軍が相変わらずの状況なのに2軍が貯金20を維持できてる。去年の今頃は借金20あったんじゃないかな。40も違うっていうのは井上氏の手腕を認めてもいいと思う。選手の心のつかみ方とか上手なのかもね。そういうところから勝ちのこだわり方、チャンスでの心の持ちようが変わっていくのかもよ。きっかけなんですよね。今の立浪、片岡大成ではもう変わらないということです。もう立浪の間は見ないと決めてますが、同時陣は多いんじゃないだろうか。高校野球見てた方がよっぽど有意義。技術では劣ってても勝ちたいって気持ちが段違いで違うし、見ててそういうチームを応援したい。我が地元広島でのカープ戦はどこの局でも素晴らしい数字を叩き出してます。つまらないゴールデン番組の一桁を見るよりカープの試合が重宝されます。今年のセリーグは実力が抜き出たチームはありません。ですが監督が先頭に立ってチームを鼓舞する姿こそが見る価値のある野球だと思ってます。しかし中日、広島に強すぎる。球団の姿勢が大問題。ドラゴンズは弱くて選手の年俸は上げなくてよい。上どういうわけか観客動員数は増えてドラグッズも売れているので儲かっている。落合はドラゴンズが強くなったが観客動員が増えないで選手の年俸ばかりが上昇したので監督はクビになった。そこへ行くと球団にとって立浪監督は非常に好都合な監督。しかしこのようなファンを裏切る球団の姿勢は続かない。もうそろそろ応援に行くのを止めた方が良い。そうしないと弱くて都合の良い立浪体制は終わらない。異様な中日ファンだが、立浪監督がどうとか言うより見たいと思わせる選手がいないのがな。イチローとか松井がいた時は負けててもテレビ見たいと思ったし、今は負けすぎて見たいとも思わないし、今だと打てなくてもねお、よそは清宮、佐々木とかが出てたらテレビ見たいと思うから、すごい選手が生え抜きから出てきたら釘付けになる。テレビ中継の視聴率が下がることは当然だと思います。ファンの方に、今日も負ける、今日も点を取れないというイメージがついている。なかなかついたイメージを取ることは難しいです。あと、魅力があるバッターが少なすぎる。立浪監督の選手起用は当てなければ2軍、そうでなければトレードで目先を変えるだけで何の効果も現れていない。中日から他球団へ移籍した選手が大活躍している現状をどう思っているのか聞いてみたい。自分の感情論だけの采配を止めないと今年も再開で終わると思うし、高額な入場料を払ってまで球場に足を運ぶドラゴンズファンに対して失礼だと思います。脱落の危機ってすでに脱落してます。もうこのまま終わればよい。
結局立浪監督ではここらまでが限界だったということ。前半戦ターンとは言ってますが、残り試合数はたったの53試合。今まで散々改善しないとといったコメントを散見しましたが、一向に改善せずむしろ悪化させている。すでに立浪監督の手腕ではここが限界だと露呈しているものです。来年も監督を続けたいがために結果を欲しがり、あれこれやった挙句結局負けることだけは止めていただきたい。立浪監督のやれることは限られています。来シーズンの新監督が引き継ぎやすいように既存の選手の来季使えるかどうかの振るい分けと、若手選手の積極的な起用で出場機会を増やしてチームに新風と活気を与えること、その上で若手選手が来年以降のための経験を詰めたら意味のある試合は増えていくと思います。本当に無駄にダラダラ負ける試合だけは勘弁してほしい。でも立浪監督になってから観客動員数は増えているからとよく言われるけど、ここ3年はコロナ禍からの復活でプロ野球全体で観客動員数は増えているんだよね。逆に落合監督時代はチームが勝っていても落合に人気がないから観客動員数は減っていると言われていたけど、その当時もリーマンショックや震災の影響でプロ野球全体で観客動員数は減っていた。別に立浪個人がすごいとか落合個人が悪いというわけではないんだよね。自分は近藤監督の頃は知らないので、リアルタイムで知るのは山内監督以降。その中で歴代最悪と思っていたのが山内監督だったが、立浪監督が歴代最悪と今はなっている。ミスタードラゴンズとまで言われた名プレイヤーなだけに、早く潔く退くべき。こんな状況じゃ中継見ないよ。昨日は 3-0 の段階でテレビの電源を FF にして昼寝しました。起きたら4-1で負けていました。寝て正解です。長野県なので中継があまりないので DAZN を契約しています。中日の中継は DAZN で必ず見ていますが、3点以上差が開くと見るのを止めます。今の中日では勝てる見込みがないからです。このままだと8月中にも DAZN を契約解除するかもしれません。これは仮説です。中日が広島に強いのに巨人などに弱いのは中日投手陣のレベルの問題だと考えられる。投手陣は12球団でも上位に来るような高いレベルである。広島に勝てるのは各の打撃陣が巨人よりもレベルが低く、ドラゴンズの投手陣のレベルで抑え込める。すなわちドラゴンズが1-2点取れば各の打撃陣を抑え込めるから勝てる。しかし巨人の打撃陣は広島よりもはるかに強力。中日が1-2-3点取ってもそれ以上に取られるレベルの中日投手陣である。中日が巨人に勝てる要素は打撃陣が頑張るしかない。巨人戦に1-0-2-1で勝つほどの投手陣のレベルまで入っていない。広島は投手陣の防御率が驚異的な 2.10 以下である。現在のプロ野球でチームの防御率が2点なんて聞いたことがない。中日が勝つには打撃陣が急成長する目途がなければ投手陣全体で防御率を 2.00 ぐらいにしないと勝てない。この混戦の鍵となるのが中日だと思っていた広島にはホームで3立てできるのに、巨人には負け越す。これでは巨人の犬と言われても仕方がない。広島 DeNA 阪神ファンからちゃんと仕事をしろと思われていると思う巨人に対して、こういう手たらくをするならオールスター明けの阪神戦もしっかり3つ負けてほしい。実はドームへの観客動員は上昇落合政権の時よりも多い。球団利益も出してる。でも勝てない。だからテレビで無料で見る人は減ってしまう。へんてこな現象となってる。実際に観戦切符はとても手に入りづらくなっていて、なかなか買えない状況。だから、営利団体としては合格点なので立浪監督を切ることができない。でもテレビやラジオは切りたい。果たして今年は多分5位で終わると思うが、監督の首を切るのか、いや、切れるのか。立浪氏の監督談話を聞いていると、しないとというコメントが多い。いやいや、それをやるのは監督の仕事だろと。自分はしっかりやっている。でも選手が答えてくれない。こういう気持ちが見え隠れしていて、だから打順を変えれば、選手を変えれば、調子が戻ればと変な方向に向かい、毎回それを繰り返している。そして一部選手の引き起用がさらにそれを悪化している。一般社会でもそうだが、そんなことをしていて周りの人たちはどう思うのだろうか。言葉にはしていないだけで面白くないに決まっている。もう2年半。昨年は借金26、今年も借金。結果が全て。決断してください。ヒットは出ているけど点が取れない。これは立浪監督以前から言われ続けていたことだけど、
立浪監督になってからより悪化したと感じる。選手個々の役割というものを全く無視するかのようなスタメン。ベンチに残る選手も毎日役割が変わる。代打を送らなかった投手をヒット1本で交代。次のヒットを全く考えない系と、長年プロ野球を見てきたファンも首をねじる采配ばかり。それを3年間も見させ続けたら見る気もせるわ。中日はかつては安定した強さを誇った名門。視聴率が下がったとか煽ってるけど、本拠地にはいつもファンは来てるし、何とかかってくれと思って応援してる人は増えてると思いますよ。自分は中日ファンじゃないけど、こっからまた同名門が復活するか注目してます。個人的には立浪監督頑張ってほしいです。立浪さんは人格者だし良い人だから勝負に徹しきれないのかも。監督のためにも何とか選手が奮起して上位に行ってほしいですね。現二軍監督ならともかく、もう一人の候補には監督になってほしくないです。中日が弱くてプロ野球の視聴率を当てにできなくても、ゴゴスマ CBCTBS やおもろうまい店 CTVNTV など名古屋制作番組がヒットしていますし、もしもツアーズフジテレビ終了時に一部 SNS でハグスさんち東海テレビが後継番組に押されていたのを覚えています。大体コンテンツを作る力があるのは名古屋のテレビ局の強みかなと思っています。テレビ放映も打ち切って、球場の観客数が減らないと監督解任につながらないので、皆様、見ない。行かないにご協力を。来年の井端ドラゴンズ実現への第一歩です。他の方が言っておられますが、ドームの広さなんか不利じゃない。落合政権時代の成績がそれを証明している。単純に監督の力量不足だと思いますけどね。あとはフロントの問題が強い。大島一族が管理している地は厳しいじゃないかな。選手の顔を変えただけでチーム力が全然上がっていない。走塁や守備の意識とか、特に野手、右往の衆といっか。そもそもコーチ陣も顔ぶれ見たら立浪より年齢下の選手ばかり。立浪とか現役時代から周りから天皇のように扱われていた選手なわけで、その人がトップにいて周りが進言もできない後輩ばかりで組織として機能しているとは思えない。間に入るヘッドも片岡だし、よく独裁と言われるけど、まさにそれ。独裁であればトップは有能でなければ機能しない。後半を立浪で行くと結局ズルズルと来季のスタートも遅れるから変えた方がいいと思う。中日は立浪人気での集客は無理です。選手もピッチャーだか今日だけ集客できます。フロント仕事しろ、監督仕事しろ。竜そらスタメンの意図は、なぜ福永外した？サード高橋、ショート田中、セカンド福永、ファースト中田、外野カリステ、細川、岡林、星育てるなら、石橋違うなら宇佐見では。毎回変わる打線は全くの効果ないですよ。ここ数年チャンスで打てない。これが前半戦の大きな課題だ。立浪ドラゴンズは毎年キャンプで何を練習してるの？評論家の立浪監督は、自分から何も課題対策をやってこなかったと言ってるようなもんです。暗黒時代があと2年も続くかもわからないと思うとゾッとします。9月には観客も減るでしょう。来年はさらに激減するでしょう。球団の観客さえ入れば成績はどうでも良いというように思えてしまう。球団のトップも変わらないとダメかな。まあ試合内容が録画見るようなもんだからね。とにかくドラゴンズは打点し攻撃が短い。自分は意図がわかる時もあるけど、嫁はイライラしっぱなし。貧打劇場、ボール球に手を出す。相手星が振るとは思わなかったというリアクションする時あるもんな。谷は地上波は途中からだったり途中で終わるんで、本当に見たい人はスカパーなり DAGN で見るんじゃないかな。あと CM の長さとか、CM 中に推しの選手の打席が終わってるとか多々ある。ファンの目線で言えば、今の中日は投手がゼロで抑え続けない限り勝てないと思っている。序盤で点を取られたら、あ、もう負けた、と思ってしまう。逆転できる打線ではありません。これが立浪監督以降なんだ変わっておらず、監督としての能力は無で、水監督を変えてほしい。細川以外レギュラーと言える選手がいなくて、ポジションも打順も日替わり転職状態。こんなので打線つながるはずもなく、点が取れる方がむしろおかしい。交流戦明けまでは巻き返しも期待していたけど、今はもう3年連続再開だけは勘弁してほしいと願うだけ。立浪になってからジムはガタガタにされました。相変わらずセンターラインは日替わり状態、打つ方も日替わり。この2年半一体何を考えてジム構成を考えてきたのか。成績の伴わない選手を支配下にしたり、一軍態度をさせたり、挙句の果て満塁の大チャンスにヒット1本も打ってないバッターを代打、バカとしか思えません。あんな野球見せられたらストレス倍増ですよ。高い料金払ってよく現地観戦するね。感心します。しかし立浪は負けたら会釈もしないで、いの一番にベンチ裏へ逃げていきます。ベンチから一歩出るか、もしくはベンチ内で頭下げてから帰るよ。それがお客に対する礼儀だろうが、全てがなってません。3年連続の再開は間違いないでしょう。バイデン大統領が撤退したように、立浪監督も自身の撤退を発表した方が選手やファンはホッとすると思うよ。大島オーナーも次期監督候補を調査してほしい。とにかく
井端さんまでつなぐ監督を探してほしい。チャンスでの打撃の問題を言う前に、5回の攻撃での采配だよ。前半最終戦だから、総力を尽くして勝ちを取りに行く試合なのに、リードされてる場面は投手には当然代打でしょ。誰もがそう思ってるのに、松葉に代打なし。これでは勝てんわ。5位で終わるようなチームじゃないけど、現実は5位です。娯楽の多様化によるものも大きいかと感じます。野球は戦争用語を多用する古いスポーツだと感じます。指揮官、軍、校、政官などなど、時代においていかれないよう変わるところは変わるべきかと、監督だけのせいではなく、球団フロント側の責任も大きい。お金がないなら、ないなりに頭を使って、良い人材を確保しないと今後もあまり変わらない気がします。それでもファンだから応援はしてますが、視聴率低下やはり強いドラゴンズが見たいんですよ。勝敗以前に意図の伝わらない采配や、日替わりスタメン、日替わり打順、日替わり守備地など、勝ちに行ってるとは到底思えないことばかり見せられては、球場へ足を運ぶ熱心なファンはともかく、大多数のテレビ観戦ファンはわざわざね、ストレスを溜めるためにテレビを見る必要はないってなりますよ。ディールもまずくなるしね、先発陣が疲れてきました。辛抱が効かなくなった。今のやり方では未来がありません。オーナーにお願いします。後半からは、二軍監督を昇格させてチーム作りからやり直してください。なんか、面白くないんだよね。せっかく福永選手が4番に座っていい感じになってきたのに、中田選手が4番だなんて、福永選手、板山選手、細川選手とのクリーンアップにカリステ選手、高橋周平選手が出てないと、なんだかなという感じ。あとは田中美希也選手、石橋選手、山本選手くらいでスタメンになると、少し安心感が出る。ただ投手の勝ちパターンは良いが、ビハインドの投手が決まってきているので、橋本選手や勝野選手が出てくると、もう諦めているのかと感じてしまう。代打もなぜというのもあるし、見ててファンを楽しませる試合をしないと、球場にも行かないし、テレビも見ないよ。監督としての能力、資質なしの立浪では後半戦の盛り返しはほとんど不可能。前半戦の戦い方でその傾向が如実に出ている。起用する選手は行き当たりばったりで、守備、打順も日替わりでは選手はどのように対応していくか迷うだけ。こんな監督は歴代初めてではないか。我が強く他人の意見も聞かないようで独断で采配を振るっているみたいだが失敗続きで明るい展望がない。早く退任するか。フロントが更迭しないと3年続きの再開は決定だろう。地元民だけど、こんなこと言いたくないけど J リーグみたいにカテゴリーの入れ替え戦やった方がいいと思う。毎年同じ枠で戦って同じような結果で野球界つまらなくなってる。このままでは魅力は感じなくなる。